よし。はい。じゃあ、今から、ピグレットチャームの30分コイン稼ぎやっていきたいと思います。5、4とコインで、ジャイロはなしでいきましょう。レディー、ゴー。平均何枚いけんのかな ?6000 くらいかな。タイム。待つ。ほい。スキル3マレドラで何万？何万は分からんな。2000万とかいけそうだけど。これスキルレベル6でやってますね。はい。あ、やべ、フィーバーゲージ。たまるんかい。2000。この真ん中の消えてないところに残ってるピグレットを消す。ほい。あ、消せなかった。お、6000はいけそうかな。よいしょ。最近どのツムにもマイナス補正がねかかってるよね。ほい。30。お、タイム、ナイス。もし10万コインで、あー、ちょ、レベチケが手に入るガチャがあるなら引きますか。10万でレベチケ何枚かにもよるよね。1枚だったら絶対引かない。無駄すぎるな。今回のイベントつ、え？ん？ん？今回の、イベント積む。当たりは、マーベルとチャームの当たりか。今回6体だから、当たりしぶっ。ぶっちゃけ全体的に見たら当たりはいないんですけど、6体の中でって言ったらロキ、一応コイン稼ぎだとロキになると思います。お腹空きましたか？空いてないね。ピグのスキルのと iPhone でビデオを撮ってる時の、あーなんとなーくわかる。マリオさんこんばんは、カサさんもこんばんは。いやー、
チキチキアコインで交換できるってなったら何万がだと、何万？え、300万は絶対買わないでしょ、誰も。よっぽどコイン持ってる人じゃないと。だって、ピックアップのラストショーで45万で一応手に入るから、それが、常に実装されてたとしても50ちょっととか、そんなもんじゃない。今日は何飲んでますか。今日もあれですね、小祝いのカフェオレ。プラスコイン補正の強い積む気がする。来るかな。今回のチャームツムは何が一番強いですか。コイン稼ぎはもうピグレットしかいないですね。そもそも他の2体は変化系だったりボム生成なので、コインが全く稼げない。ほい。で、スコアでいったら、一応プーになると思う、探偵の。最近お仕事休み、今日ですね。今日です。僕は日曜休みです。おらー、5500。心臓みたいな音鳴ってない。心臓どういうことだろう。あーやべー、フィーバーゲージがコイン補正の強積むって、ロキは強積むではないね。それ言ったらバハミの方が断然強いからね。コイン補正プラスで。ダルマミッキーとかもいるしね。雪エルスキル5になったのですが、ほい、ほい、あー、ボム割れなかった。次に育てる積むは何がいいと思いますか。アナキン3、魔女2、侍2、白の女王3、ロキ1、ピクチャーム2がいます。アナキン、僕だったらもうアナキン一択。ツムツムの最大消去数でイアンのデカツムの時の2段階活用消去。え、最大消去数って最大チェーン数とは違う？違う解釈の方がいい？最大、まあ、チェーン数も含めるんであれば、ブーのあの大詰めやっちゃえば、ね、200消去以上いくので。なんかドクドク言ってる？ドクドク？ほい。オールチャーム、アキさん的にどうですか？どう？どうも何も多分もう使わないツムだと思います。ほい、ほい。水のも水って扇風機派ですかエアコン派ですか。エアコン派だね。
やばい、5000だな。消去スキルの中での話だ。そうだよね、わざわざその言い方するってことは多分そうだと思ったけど、そう、おう、当たりかな。なんか他にもいそうだけど、いないかな。前聞いた話なんですけどってやつを見ようと思ったらコメント流れちゃった。ごめん。たけるさんこんばんは。今のツーム取っておいた方がいいですか。チャームはどっちでもいいかな。僕は別にって感じだけど。魔女マレスキルさん、ラグミスキルのどっちがコイン稼ぎいいと思いますか。ラグミの4と魔女の3。多分魔女の3かな。魔女の3だった気がする。アキさんのブギー。この前、動画消去数やばかった。あ、本当に？ここ。お、やっと、投資機さん、レポート。お疲れ様です。レポートって響きは、あんまり聞きたくないね。昔はな、ポケモンでひたすらレポートを書いてたのに、大学生とかになってるとね、レポートの存在が本当に嫌に感じるよね。このピグレットは消去系の中では普通？コイン稼ぎ。ちょい低いくらいだね。弱い。弱いというか。あとどれくらいでピックアップきますか？わかりません。ほい、ほいっと。前聞いた話なんで、そう、モフモフさんのこれだ。読みたかったのは。ここ。ジョーアンと鏡ってなんで鏡が終わるギリギリ。え？スキルが終わるギリギリか。ああ、ちょ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 。スキルだよね、これ。スキルが終わるギリギリに鏡打つのかって話だよね。うん、打った方が効率よくなるね。単純に、普通に消そうと思ったら、まあ、仮にね、両方のスキルが溜まってて、女王を打った瞬間に先に鏡を打つ。ってなると、3回までしかいけないんだよね。まあ、本当に早く消せれば4回目のチェーンが間に合うかもしれないんだけど、だいたい3回です。鏡で1回消去、あと2回ロングチェーン。なるんですけど、先にチェーンすると、3回チェーンは間に合うので、で、最後降ってきてる途中に、重ね掛け、鏡を使って4回目を消しに行くんです。そうすると、1回のスキルで3回消すか4回消すかになるので、効果時間ギリギリで鏡使った方が効率は良くなります。どんな仕事してるんですか？子供関係。魔女マレとハムどっちに突きつけ？僕だったら、魔女。お邪魔女ドレミ。今日のスクリーンタイムつむつむ11時間やってて自分で弾きま、おお、いいんじゃない？素晴らしいと思う。
今日の夕飯何にする？何がいいかな。冷やし中華食べたい。今後はスキル後の、ちょっと待って、スキルが止まんない。止まる。10代でコイン稼ぎをしてガストンのスキル2の 50% を、ほい、16枚の新スキチケと新ツム引くときにたまに出るやつで、ああなるほど。どう思いますか。いいんじゃない。うん、ガスジェダイが5でもうできてるので、コイン稼ぎは、うん、全然いいと思います。でまあその新ツムとか引いて、まあ月が変わればね、また月チケとか手に入るので、まあ別にその16枚じゃなくてもいいと思うんだけど、でプレイ中にコメント読めるんですか。スキル中に読んでるね。スキル中することないんだもん。眠たいので寝てます。はい、おやすみなさい。よいしょ。シンデレラ2ヶ月半で4、5体出たのに。たまる。ガースト1回も来ないのどう思いますか。普通じゃない。普通だと思うよ。アキさん30歳の JK なの。 JK だ、 JK。 いや、さあ17分経過。トラスさん、たくさんこんばんは。甘党、辛党、甘党。おお、フロロロロロロ。このピグレットスキルマックスですね。ほら、真ん中の大ツムが残るから繋いでとか、ほら、ほい、ここは待つか、はい。うわ、繰り越せんかったか。今ボムで繰り越せるかなって思ったのに。月チケどうすれば貯まりますか。使わなければ貯まってきます。プレポ15回くらい引いて、あ、もう今回の新詰め出ないんですか。諦めてコイン貯めるべきですか。諦めなくってもコイン貯めればいいんじゃない。ほい、もう本当にどうしても欲しいんだったら、もうそんなこと、そんなコメント書いてないでひたすらコイン貯めてると思うので。自分自身に問いかけるしかない。今後ガストンしか育成しないって考えるとしたら、もうスキチケ使ってスキル5練習した方がいいですかね。助言お願いします。まあスキル5を使っていけばいいんじゃないのかな。まあスキル5も別にコイン稼ぎ悪いわけじゃないので、6と比べちゃうとすごい差はあるんだけど、5自体は別にコイン稼ぎ悪くないからね、いいと思います。ただ
5を使っても6の練習にはならんかな。6は6でまた別次元だから。多分まあ5を使えてればね、6超簡単だよ。6が楽すぎるもん。ここじゃー。アーチャーさんこんばんは。初見失礼します。はい、あーやべえ、これいない、タイム来ないか。あ、でも6200はまあいいでしょう。400最高指導者カイロレーン、スキル5、ジェダイスキル3、練習するのはどっちがいいですか。コイン稼げるのは多分、あー待てよ、ジェダイか。その2体だったら多分カイロの方が効率いいな、多分。ただジェダイがね4になったら化けるので、一気にカイロ抜き去りますね、4になった瞬間。今のスキルレベルだったらカイロ5なんだけど、ジェダイが4になったらジェダイですね。ジェダイ4目指した方がいいかも。ニックさんこんばんは。ピンク、自分はコイン貯めて多分だけど、マーベルのロキとかピックアップ来ると思うから。来ないね。ん、待って、このピックは何を指してるんだ。ロキとかのピック来ると、あれかな、ピッ、あれじゃない、確率アップとピックを勘違いしてるかな。どういうことだこれ。あー、なんかよくわかんない。天魔家さんこんばんは。今アイテム何使ってますか。4種類になるやつとコインアイテム。ここに宮殿がある。ゆきなさんこんばんは。ほい、田中さんもこんばんは。いや待つか。はい、なんで3種類しかないんですか。チャームだからです。チャームツムっていうのがそういうやつです。そもそも1種類少ないんですよ、チャームツムっていうのが。なんで5から4のアイテム使うと3種類になります。もともと4種類なので。4秒で使えるかな。使う。さあ24分、あと2プレイかな。意外と早かったね、30分。ガストンに16枚スケチケ使ってもいいのかという葛藤がものすごいです。いいでしょう。チャームとペアツムだったらどっちの方が強いですか。まあペアツムの方が強い感あるよね。まあコイン稼ぎは何とも言えないけど、
あー、でもペアか。ジョーアンの鏡とかマイク&サリー、ミキプルのワンプレイの枚数とか見るとやっぱペアの方がコイン稼ぎは優秀かな。いや、スコアもペアだわ。普通にペアの方がいいや。さあ、どこだ。アナキンスキル4に月1系を使うか、他のガストンとか出た時用に貯めておくか。あー、迷いどころ。まあこの手の質問僕いつもあれだけどね、答えてるのは、今すぐコイン稼ぎしたいんだったらもうそのアナキンに入れちゃえばいいと思います。止まって上まで繋がんなかった。ともともさん、こんばんは。ほい、今コイン稼ぎでハムのスキル魔を使ってます。アナキンスキルの 25% とガストのスキル1どっちに、あれすげえ似てるような質問だ。うーん、難しいな。僕だったらアナキンの5をまず作っちゃうかな。で、そっからガストン用にスケチケ貯めたりするかもしれない。さあ、5秒で使え。スキル、ほら。豆のケミッキーの評価は超低い。コイン稼ぎ全然できない。ガガーリンさん、ともみさん、こんばんは。おほほほほほほら、アナキンでジャイロうまくならないと時間かかって効率悪くないですか。まあもちろんスピーディーにジャイロを行うのが一番効率がいいんですけど、まあぶっちゃけそんな変わんないと思うけどね。言ってもジャイロを寄せて切るのに何秒、そんなめっちゃ5秒も10秒もかけないでしょ、さすがに。全然効率自体はそんな変わんないと思いますけどね。スキル5のツムを作ってセレボを完売させるって考え方、そう、スキル5でねやっぱ強くなるツムっていうのもいるので、まあ、アナキンなんかね、4から5の伸びがやっぱあるツムなので、先に5を作っておくのはいいかも。りょうえいさん、証券。ああ、ありがとうございます。285で6000いくかな。ああ、8点になっちゃった。
ここ15秒。おお、危ねえ。9秒で14のタイム。あー来ないか。まあ6000はいけたか。よし、いけたね最後。ほい、5秒以上かかってるのか自分です。あらまあ、でももうスキルをしたらすぐ寄せるっちゃ寄せるでしょ。そっから5秒かかるのか。はい、ということで30分終わりました。31分30秒ぐらいだね。いやー、これは1回退出してもらって、はい、30分やっってみたけど、平均が6000ぐらいか。何プレイしたんだ ?9 プレイか ?9 プレイだね。9プレイの平均6000、4万5000とかじゃない?やっぱ。そんな気がするぞ。あ、もうちょい言ってた。6000か。4万9000か。お、ここが49709。ウッディ保安官と同じくらいスキル4のアナキンと同じくらいよ。うん、って考えるとどうよ、やっぱそんな強くないのかなって思っちゃうよね。という感じです。ワンダ、うん、皆さんはどう感じたかな。スキル5アナキンはないですか。スキル5アナキンはね、ここですね、17ですね。一気に伸びます。思ったより弱い。今年で高校生卒業です。祝ってください。今年大変です。資格とかで高校生卒業、とりあえずあと半年くらいかな。頑張ってください。今年大変、資格とか大変なのか。